仙台市内の小中学校は3月23日までが、一斉の、まあ、休校という指示になりましたけれども、うちはかなり長い間避難者の数も多かったので、24日25日も休業にしました。で、余震が続いていてですね、結局体育館が、使えなくなってしまいました。今ももう使えない状況ですが、これは来年の早くても10月までは使えないぐらいの体感になってしまいましたので、いつの地震で、これは3月11日時点から上のブレースの部分とか切れたりなんかして、大変心配な状況ではあったんですが、途中修繕しながら避難していただいてたんですけれども、最終的には体育館の避難所をやめたのは3月の27日ですね。27日に体育館は荒浜地区の方々300名ぐらいですが、それぞれ町内会ごとにスペースを取って避難していただいておりましたけれども、若林体育館の方に3月27日に移動したと。その後はホールの方に避難所を設けて、これは4月の17日まで避難所を運営しました。学校4月19日から、新年度再開いたしましたので、まあ、その辺が体育館使えなかったために、限界だったろうと思います。避難所運営はトータル38日間でございます。それまでは子どもたちっていうのはここには通えないっていうような状況で、授業も再開できない、避難している方々といろいろお話をしたり、それから教育委員会さんのご協力もあってですね、うちの学校は3月28日に、初めて、全児童を学校に集めて、で3月29日に、これは市民センターさんに大変ご協力いただきましたけれども、卒業式をやっております。卒業した児童は182名だったでしょうかね。卒業した児童の中の お母さんが一人だけこの津波で、まあ、残念なことになってしまったという、その子どもも卒業式に参加しておりました。で3月30日に、平成22年度ですかね、その終了式をテレビを使って行いました。避難所をちょっともう一度だけ振り返りさせていただきたいんですが、はい、最初はもう教室も体育館も全ての場所に皆さん入って、はい、教室からいなくなったっていうのが、避難所に避難者の方が出たのはいつぐらいになって、はい、最後どこら辺だけ使っていくような形になったんですか。先ほども話しましたけどね、仙台市内の小中学校の休業というのは全市一斉3月23日まででした。それで、うちの学校は24、25まで休業にしたと話しましたが、3月23日に、この避難所の中で、再編成をいたしました。これは長い時間をかけて避難している方々に、ずっとお話しして、避難している方々は自分たちがいつまでここに避難していられるのかと大変不安に思っていました。で子どもたちがやってくるということで、いつ出なければいけないのかというふうに、お声がかけられた方もいらっしゃるぐらいですので、こういうふうにしていきましょうということで皆さんの了解を取りながら進めていましたので、3月23日に、荒浜の方々は体育館、そして、あとはうちの学校の笹屋敷だとか藤田だとか、津波の被災を受けた方々もいらっしゃいますし、蒲生だとか、六郷の方の方々も避難されてましたので、2階のホール、3階のホール、4階のホール、そこのところを避難所として、
再編成をいたしました。そして、その後3月27日に体育館がどうしても使用できないということで危険性が高いということで、荒浜地区の方が若林体育館に移動されましたので、うちの学校の避難所としてはホールの2階3階4階その部分が避難所になって4月17日まで続いたということです。じゃあ授業は、ホールだけの避難所になってからは、教室は使えるような状態？教室は使えるようになってましたので、PTA の方々だとかに、避難されてた方もお手伝いいただきましたけども、掃除などをして、4月19日に始業式、入学式ということになりました。4月17日に2階、3階、4階に避難されていた方も、やはり校舎の真ん中がホールになっていますので、子どもたちの声だとか、それから避難者の方も落ち着いて避難することが難しいだろうという判断で、うちの学校の人たちは皆、川の町小学校の体育館に移動したという形になっています。体育館が使えれば、多分うちの学校が長く避難所に なったと思いますし、はい、私たちも皆さんが安心していただけるんだったら、それでいいと思っていましたので、はい、4月6日から本当は体育館工事を始めてたんですね。4月6、7、8で体育館の工事を終了して、仮設住宅だとか、そういうものがきちんと建設されるまで、うちの学校の体育館を避難所にしようということになっておりましたけれども、最終的には4月7日の夜の大きな余震で、それもできなくなったということでございますね。全部開放するっていうのはすごい決断も必要だったと思いますし、運営も当然大変だったのかなと想像しているんですが、津波の避難所ということであれば、1階だとか、そもそもその指定避難所っていうのは体育館を指定しているわけですね。ところが津波の避難所ということは体育館ではありえないことです。皆さん、その津波がそばにやってきているのに、1階の部分にいるというのは大変不安に思われるのは当たり前のことですので、ですから、校舎の2階以上に避難所として、設けなければいけないというのも一つございました。それからある程度落ち着いた段階で、体育館だけではもう収容ができなかったというのも本当のところです。この校長室、今、こうやってお話ししておりますけれども、ここもボランティアの方々の寝泊まりする場所、控え室に使用しておりましたので、ですから職員だけしか入らなかったというのは、職員室だけですね。そういう意味では、避難所の在り方ということも、今までの防災マニュアルで、間に合うということにはならないだろうと思いますね。で、備蓄しているものも先ほどお話ししましたけれども、今回のような震災が何度もあっては、それはもう本当に大変なことですけれども、ただ、大きな震災があったときに、
どこにどれだけの人が避難するのか、そして、とりあえずの食料だとか毛布だとかそういうものがどれだけ必要なのかということはもう一度やはり、きちんと精査しなければいけないことだろうなというふうには強く感じました。昨年チリの時にはですね、避難している方々は最大295名でしたので、そしてこの学区地域の方々は特別避難しておりませんでしたので、1人に毛布3枚ずつ配ることが可能でした。それからクラッカーだとかアルファ米なんかも十分にお渡しできるぐらいの量でございましたけれども、あの晩のようになると町内会長さんが本当に情けないというふうにお話しされたような状況にならざるを得ないんだろうなというふうに思いました。でも今回すみません、勉強不足で、チリ地震の時の、その昨年津波の時に200人以上の方がここに避難してたのに今回初めて伺ったんですけど、でもそのノウハウも結構少しは生かされて今回の避難所運営があったのかな。そうですね、避難所を運営する私たちにとっては非常に大きかったです。それは教職員がすべて、あの日は45人ほどでしたけれども集まって、昼食、夕食、毛布の配布、ストーブの準備、そういうことができましたけれども、それがプラスになっておりましたけれども、避難してきた方々にとってはどうかというのは、いくつか問題を感じています。実は昨年も今回も警報としては大津波警報です。そして昨年も波が50センチぐらい上がって、養殖等に大変な打撃を与えたということは事実でございます。ただし人的な被害というのはなかったんですね。で、295人避難してきておりましたけれども、その方々ともいろいろお話ししました。皆さん避難させられたという思いが昨年はあったようです。ですからもしかしたら今回の津波警報もあれほどの大きな津波がやってくると想定できなかった方もいらしてですね、それが大きな被災につながってしまったんじゃないかなという気もしております。ですからそういう意味では警報の出し方っていうのは非常に重要だと思いますね。私たちも津波が来ているのは先ほど話しましたけれども、緊急ヘリの急降下で、知ったわけですが、他でラジオやワンセグなどを見ている方々はあんなに大きな津波が来ているのに気がつかなかったんですかというお話をいただきました。でもたくさんの子どもたち、迎えに来ている保護者、避難している方々、そういう方々に対応していたらその情報を集めている余裕はなかったんですね。これからはそういう避難所対応の中で情報係というのもきちんと置いて、テレビとか難しければラジオ、そういう今さまざまな機器もございますので、使えるものをきちんと利用して情報を得る係も重要だなと。それもマニュアルの中にきちんと組み込んでいくことも必要だろうというふうに感じました。